こんにちは、ディズニーとのムーです。最近東京ディズニーのレポートが多すぎて、フロリダの情報をお伝えするために始めたディズニーと見失いがちだったので、私の大好きな故郷エプコットとは何ぞやということで、ワールドの中でも影が薄いエプコット、しかし歴史や教育的意義が強く、噛めば噛むほど味が出てくるエプコットの魅力をお伝えしていこうと思います。今回はその第1弾、基本情報編です。それではレッツゴー。エプコットはウォルト・ディズニーが晩年に計画した実験的未来都市、エクスペリメンタル・プロトタイプ・コミュニティ・オブ・トゥモローの頭文字から捉えています。これは未来的な理想都市を作る計画だったのですが、ウォルトの死によりエプコットの計画の続行は難しくなってしまったので、未来をテーマとしたパークを作ることになりました。オープンした年は1982年で、ウォルト・ディズニーリゾートで2番目のパークなんですよ。皆さん、この曲なんか聞き覚えありませんか？そうです、東京ディズニーシーの曲にそっくりなんです。なんかつながりがあっていいですよね。エリアは大きく2つに分かれています。未来の世界をイメージしたフューチャーワールド、万博のように各国のパビリオンが集まったワールドショーケース。フューチャーワールドには自分でデザインした車を試乗するテストトラックがあります。強そう、ヤンキーな色だなマジックバンドにデータを読み込んでタップすると、自分の作った車をテストすることができるんですよ。とてもハイテクですよね。カリフォルニアにあるカーズと同じような乗り物です。日本で大人気のサーリンもあります。ここで乗れば5分や10分待ちの時も。エンディングはもちろんエプコットバージョンです。海や陸をテーマにした施設も集まっており、ザ・シーという施設の中にはタートルトークや水族館も入っています。ザ・ランドには現代のテクノロジーでディズニーが野菜を栽培している研究所を巡るボートのアトラクションもあるんですよ。またエプコットといえばフィグメント、エプコットのオリジナルキャラクターです。彼のアトラクションもあるんですよ。ワールドショーケースには11カ国のパビリオンがあり、本当に世界旅行をしているような感覚が味わえます。カナダ、イギリス、フランス、モロッコ、日本、アメリカ、イタリア、ドイツ、中国、ノルウェー、メキシコ、その国に合ったいろんなコーデで楽しむのもよし。それぞれの国でその国のプリンセスとグリーティングをすることもできます。ご飯は本格的で、どのレストランも本当に美味しいんです。ドリンクアラウンドザワールドといって、それぞれのパビリオンでその国で有名なお酒を買って飲み比べるのもエプコットの楽しみの一つ。ワインはもちろん日本酒やマルガリータまで。そのため土曜日の夜はテンションの高い人が多めです。メニューは伝えきれないので、第2弾でエプコットのレストランについてたっぷり紹介したいと思います。エプコットで大人気なアトラクションはやっぱりフローズンエバーアフター、アナとエルサのボートライドです。
良しな島を見れるのはとってもいいですね。これはノルウェー館にあります。メキシコ館にはドナルドのボートライドもありますよ。今まではミッキーやミニーがそれぞれの施設でグリーティングをしていたのですが、コロナの影響による再開後のパークではこのようなミニグリーティングが開催されています。野放しにされたプーさんも見られるようですよ。これじゃあなんだか動物園みたいですね。蜂蜜を探そうとしたプーさんハマっちゃったみたいです。一生懸命考えて引っこ抜こうとしてますね。シュールかよ。さてナイトタイムスペクタキュラーにはエプコットフォーエバーという花火が開催されています。ディズニーシーシンフォニーのキャラクター的要素なしバージョンというような感じで、エプコットのテーマソングやゆかりのある曲に合わせて花火が上がります。期待しなければとっても素敵ですよ。リオンから花火が集まる演出が世界は一つっていうことを思わせてくれるので、私はそこでうるっときちゃいますね。そしてエプコットは今大改造中なのですが、その新しいエリアをちらっと見せてくれる展示もあるんです。どうぞゆっくりご覧ください。夢のようですよね。来年には新しい花火のショーも始まるようですよ。As the day fades and dusk turns to night, Epcot comes to life in a global celebration of Disney music.これからのエプコットがとっても楽しみですね。そしてこれはおまけ。実はエプコットには
ウォルトディズニーワールドで唯一犬のキャストミニーちゃんがいるんです。エプコットについてざっくり知ってもらえましたか？それぞれの国の文化に触れたり、食を楽しんだり、テクノロジーについて遊びながら学んだり、他のパークと比べてディズニー要素は薄いですが、学びの詰まった素敵なパークです。第2弾のエプコットグルメ編もお楽しみに。チャンネル登録もよろしくね。日本大好きイーさん、たくさん写真ありがとう。それじゃ、またねー。